ありがとうございます。ただいまから記者会見を行います。本日は知事からの発表はありません。本日の進行は、科学新聞社の久道知事記者にお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。科学新聞社の久道です。よろしくお願いします。それでは幹事社から、まず、東日本大震災の発生から、ちょうど1ヶ月経過ということで、改めての知事の所感をお聞かせください。あと、本日は頑張ろう予選を受けられていますけれども、それに込める思い、あと、それに続く具体的な運動とか、あとは、今日の場所として釜石高校のと、お選びになりましたけれども、そこでやるというようなことで、はい。まず、3月11日の大震災津波、今現在死者数3811名、行方不明者数4721名、また避難をされている方々の数が45319名、この被害の大きさ、そして犠牲の大きさを胸に刻み、追悼慰霊の思いを深くすることが全ての起点になると思っております。今日は発災時刻午後2時46分に私は釜石において黙祷を捧げますけれども、ぜひ同じ時間に都合がそのであれば、その黙祷に参加をしていただきたいというふうに思います。そして1ヶ月経ちまして、行方不明者捜索はしっかり続けていかなければなりません。また被災者支援ということについては、避難所での生活が長期化してきています。新しい課題、新しいニーズが出てきています。そこにしっかり対応しながらも、並行して仮設住宅の着工が進み、完成してすでに仮設住宅に移られた避難者の方々もいらっしゃいます。一方、仮設住宅も一度に全てパッとできるわけではありませんので、その間のこの内陸移動ということについても、ますますその重要性が高まってくるものと考えます。さまざまな新しい課題やニーズ、一方でそれを克服、それに応え、克服していく手段もさまざまありますので、1ヶ月経ち、ますます頭を使い、そして体を動かし、被災者支援から復興へと対応していかなければならないと思っています。頑張ろう岩手宣言でありますが、平成20年の岩手宮城内陸地震の際と同じように、頑張ろう岩手という言葉も思いも自然発生的なものだと思っております。津波の被害を受けた沿岸の被災地においても、また沿岸被災地を支援しようという内陸においても、同じ岩手県民共通の思いである頑張ろう岩手ということに形を与えるため、宣言の形にしたというふうに考えています。具体的な運動の展開については、今後町内でも検討していきたいと考えていますが、被災者支援から復興に向け、県民各層が連携協力して展開していくような活動になればいいというふうに思っております。宣言の場所については、津波の被害を受けた沿岸市町村において行うことが良いと考えたものでありまして、釜石市は沿岸市町村の一つであります。釜石市の中でなぜ釜石高校であるかということにつきましては、釜石高校は
釜石市の避難所として、4月7日現在約140人の方が避難生活を送られている一方、釜石地区の小中高校の先頭を切って4月12日明日から新学期が始まります。黙祷を捧げるとともに今後の復興に向けた宣言を発する場所としてふさわしいと考えたところであります。以上です。この質問に関連して各社から質問があるのでご自身の方です。今どういう局面かという、認識についてあの、今さまざまな課題にどんどん新しいものが出てきて、それに対応したいという話でした。本当にあの、仮設住宅に、移られ抽選で当選して移られる方が出てきている一方、避難所生活まだ長期化、長く続くんだろうなというふうに思っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。その細かい、自治体ごとに違う、さらに避難所ごとに違う被災者のニーズを、しっかりこう対応し、被災者に寄り添っていく行政に、の対応を目指していくとすれば、あのやはりあの、より現地に近いところに、以前健康健康銀行で移動県庁みたいなことをやられてたと思いますけれども、やっぱり内陸と沿岸通りというところがあって、本当に情報をスピーディーに集約して、対応するという意味では、まあ、なかなか建物とかですね、沿岸近いところに移動するのも難しいのかなという気もしますが、やっぱり盛岡というのが地点にあっているのが遠いように、感じます。いろいろ他県の応援に来てらっしゃる方々も、大阪の副知事さんも、近い方がいいんじゃないのかと、そちらにお話ししていますが、そういうより沿岸に近いところでの、県行政とかに対応する拠点作りという点で、例えば鹿児島なんかに集まっていろんなものが何かこう知事として、対策本部そのものの移動とか何か方向性とかお考えをお持ちでしょうか。あの先週漁協の関係者の皆さんがこう一堂に会してこう岩手の水産業の復興に向けての討論を行うということで、アイリコパの仕事があって私そこに出れなかったんですけど、都合がつくならそこに行ってやっぱ一言挨拶にしたいと思っていて、であのどこに集まるのかと思ったら盛岡に集まるんですね。でそれやはり沿岸のどこか一箇所に集まるよりも盛岡に集まる方が集まりやすいというそういう地理的というか交通上というか物理的というかそういう条件があるということであります。裏返しますと広野町から陸前高田まで あるいは八戸とか気仙沼とかも視野に入れる必要があると思っているんですけれども、そういったところに対して総合的かつきめ細かい支援をしていく拠点としては盛岡市内に拠点を拠点があるということは、合理的なのかなと考えます。一方で答えは現場にある法則があると言ってますけれども、そういう意味で私も毎週毎週何らかの形で沿岸に現場に行かなければならないというふうに思っていますし、そこは副知事とも手分けしながら知事副知事3人のうち誰かが沿岸の方にいるような形でですね、事態に対処していかなければならないと思っています。あとは県からの直接市町村に派遣している職員を通じたり、
あるいは、沿岸保育振興局、県北保育振興局を通じたり、さまざまな手法で、現場を直接掌握する手段がありますので、そういったことを活用していきたいと思います。知事が最近、沿岸に行かれた、ものでは、沿岸保育振興局での、市町村長が集まって会議に出ましたけれども、釜石市の庁舎も被災していらっしゃるということですけれども、復旧作業も、進んではいるという話を聞いております。例えば、その、知事、副知事のその後一人はいらっしゃると。なりようにしたいとの話でしたけれども、どこに拠点があるというのをイメージできる、例えば釜石には副知事が一人いらっしゃるとかですか、でやっぱり沿岸広域振興局を拠点にすると、そういうイメージ、何か沿岸に困った時に、実際困った時にまず沿岸広域振興局とか問い合わせ先のイメージができるような、そういう現地本部という、釜石を活用するというような、ちょっと理屈の話が長くなって恐縮なんですけれども、県の防災マニュアルにおいては、現地対策本部を置く場合、知事がその本部長になるという原則はあったんですけれども、この昨年度からスタートしているこの4広域振興局体制ということの構築に、県民的な作業としてかなりのエネルギーを注ぎ、かなりしっかりしたその沿岸広域局体制、県北広域振興局体制を構築してあり、またそれにふさわしいトップが局長として生きておりますので、そのものを本部長、現地対策本部長とすると決めたところであります。もう一回ちょっと関連してた別件で、知事会議と東京都ですね、一回そういうことで出席できないという状況だと思いますが、この1週間見てると、宮城県知事さんはよく菅総理にお入りする機会が多いように、はい、テレビ映像では見受けられますので、はい、国との連携というのをアピールしてらっしゃるのか、そういうふうに見受けられます。パスト知事の方はそういう、民主党というつながりで直接こう政府、岡田さんも言ってましたけれども、政府とのこう連携というか、直接こう、関東でこういうのをお願いしていて質問したとかですね、はい、なんかこうそういうお話だったら、はい、政府との連携については、平野達夫内閣副大臣以下、現地連絡対策室の体制がしっかりできていて、県庁の4階の一室にですね、内閣をはじめ各省庁からの精鋭に詰めていただいていて、市町村が直面する課題、県とそして国が一緒になって、どんどん解決していくという仕組みが構築できていると思っています。そこに自衛隊も加わって、自衛隊も避難所の非常に細かいところのケアもやっていただいて、現地での発生するさまざまな課題について国の支援をいただきながら、もうすぐ解決していくという体制が構築されていると思っています。菅総理大臣については、宮城県知事さんが上京して会われる前に、菅総理の方から岩手にいらしていただきましたので、そこで現地を実際見ていただいたり、さまざまな説明をさせていただいております。山井さんと夜間復興の委員会もありますけれども、はい、もうメンバーが固まっていると思うんですが、例えば、いろんな、例えばジャーナリストの田原翔一郎さんの、意見の中では、小沢一郎さんを使うとかですね、そういう待望論もあったりします。小沢さん、政府との役職から、いろんな問題がありますけれども、小沢さんを知事の方から、何らかのコストに調整するとかですね、そういうのを考えた今お持ちでしょうか。県の復興委員会のメンバーについては、
この前の記者会見で、その専門性、技術性を強調するあまり、そういう趣旨の説明が長く続いたんですが、まず、地元代表として、沿岸市町村の復興規制同盟会の代表である野田市長に入っていただいてますし、また県議会の多い会長に入っていただいているのは各会代表というよりは、そういう水産分野で直接こう被害を受けている被災者代表というような格好で入っていただいていると思いまして、基本的に、その各会代表というのもこう経済産業分野ではオール岩手において、こう東京方面での消費の落ち込みのこともあってこう厳しい状況に直面しているとかいう被害も含めて基本的にこう生々しい被害を受けている皆さんにその参加いただいているので、そういったメンバー構成がいいのではないかと考えております。野村さんにいろんな面でアドバイスというかですね、ついついこうご相談というか、はい、意見を、それぞれ伺ってらっしゃると思うんですけれども、最近だとなればというか、普段から直接やり取りする機会もありますので、そこは大変助けていただければと思っています。ありがとうございます。岩手日報の稲です。田野畑村でですね、機械者雇用という側面で、仲介を始め、で、建設業者にですね、仲介するという流れになっておりましたが、県としてですね、その機械者雇用の観点でどのように進めていこうかと考えましょう。そういう様々な形で、こう、機械者の方々に、こう、働いて稼いでもらえるような仕組み作りについては、国のいろんな政府の協力も得ながら、さまざま作ってあるところであります。それをどんどん田野畑村みたいに生かして進めていくというのは非常に良いことだと思っておりまして、県も引き続き各市町村に対して、あるいは直接企業に対してさまざまな働きかけというか、一緒にそれ雇用促進を進めていきたいと思います。でも県として被災者雇用を仲介するというやり方というのは可能でしょうか。これは様々なやり方で被災者雇用を進めていきたいと思います。はい、ご了解いたしました。市町村の方の紹介になると思うんですが、避難所運営についてお伺いします。さっき1ヶ月の紹介というところで、長期化してくるという中でですね、仮設住宅も、一度にはできない、内陸移送も必要になってくる、ますます必要になってくるという話がありました。長期の避難生活が、余儀なくされる中でですね、避難所を長期生活の場として考えている場合にどういう環境の改善とかですね、必要なのか、それからいつまで避難所生活を続けなきゃならないのかという感が避難してた方に多いと思います。その中でその内陸移送の使い方ですけれども、今1ヶ月とか2ヶ月とか、ある程度の期間を持って希望者を持ってやっているわけですけれども、その方法についてですね、何かその長期化する避難と生活の避難民に対してですね、工夫できる点がないかどうか、その点をお伺いします。もともと避難所というのは、多くの場合は、さまざまな警報とか注意報とかが発令した場合、一晩過ごすくらいのものとして想定されているんだと思いますし、その住む家に被害が及んで避難した場合、前回3回等になって家にすぐ帰れないというような場合でも、公営住宅の空いているところとかで、最終的には仮設住宅という形で、やはりその
1ヶ月を超えてずっといるようなことは基本的には想定されていないものだと思います。ですから1ヶ月を超えてその避難所で暮らすということはある意味も想定外の事態なわけでありまして、そういう意味で、仮設住宅の建設、それをさまざまな公営住宅で補いながらこうきちんとしたこの住環境に移っていただくことを基本としつつ、補うものとしてこう内陸への一時的な避難ということを、これは内陸市町村に頑張っていただいて、9500人分こう準備をしていただいているところでもありますので、そこは活用いただきたいというふうに思っております。今までこう例がないことでありますので、そういったこう内陸避難についてもそのどういうふうにそれを検討していいのか、どういうふうにこう考えていいのかっていうところから、その避難所で生活されている皆さんにはその考え方自体こうなかなかピンとこないところがあり、まして実際移動するというところにこうなかなか踏み込めないところもあるのかと思いますけれども、やはりこう実態、さまざまな実態をこう県市町村が一緒になって被災者の皆さんとこう共有しながらですね、できればコミュニティ単位でこういろいろ被災者一人一人がより良いこう衣食住の中で復興に向かっていけるようにするため の工夫をしていかなければならないと思います。今集団で避難所を生活しているところのですね、避難所のですね、大きくいっぱいいらっしゃるところもありますし、そういう中でその環境ですね、いろいろ仮設トイレを設置したりとか、パーティションを組んだりとか、いろいろ今やってますけども、それもやっぱりさっき言われたように、1ヶ月も超えるような生活ではちょっと、それでも、大変な、ますます大変な状況だと思うんですけども、そういう環境をですね、改善するような、なんか、手法というか、アイデアというのはどうでしょうか。この、1ヶ月を超えて、長期的に避難所にいるということ自体が、もうすでにこう、衣食住の最低水準を満たさないような、想定してないような事態なので、そこにどういう工夫をすればいいかということについては、これなかなかその公的なガイドラインというよりは、突き詰めれば仮設住宅等の建設とこう内陸避難のこう組み合わせで対応ということが、正式にはこう出てくるとは思うんですけれども、一方避難所の現場ではさまざま自衛隊もきめ細かく、例えばこの下着の洗濯がきちっとできる状況を作るとかですね、そういう想定外の避難所生活の長期化ではあるけれども、それなりにこの衣食住の質を高める工夫ということは、そういうさまざまな課題ニーズというのは現場にこう見えてきているし聞こえてきてますので、そこには自衛隊さんもそうなんですけれども、市町村県それぞれにこう対応しているというところだと思っております。でそういうことについてはもうちょい避難所に残りたいという人たちがいる以上は行政もそこはきちっと責任を持って対応しなければならないと思ってまして、さっきから想定外ということを強調してはいるんですけれども、しかしそこから目を背けることはあってはならないと思っていて、そこには現場のニーズ課題に行政がきちんと対応していかなければならないと思います。すみません、IBC の宿泊にします。
はい、復興委員会についてなんですけど、もう少しちょっと具体的なイメージを出したと思いますが、今日夜の委員会に示されるのかと思います。各界の代表が集まってはいるんですが、実際にその、まあ、作業部会みたいなのが下に設けられるのか、それともその県の方でそういったものが行われて、それをこういうメンバーで語るのか、ちょっとあの、まあ、野田市長とその大井さんだけでそのこれだけの広域の被災地の声を全部吸い上げられるのかというと、まあ、そうではないと思うので、あの実際のその委員会メンバー以外 の下の皆さんの活動というのがあるのかどうか教えてください。建築とか、都市計画とか、あとは土木というんでしょうか、そうした技術的な専門家の皆さんに、さまざま検討してもらうという、こう技術的な会議は、併設しなければならないし、する予定であります。あとは、その現場の声というのは、確かに市町村やまた県において日々、伺っているところでもありますから、自衛隊さんも含めて伺っているところでありますので、そういうのの集約は行政の中でかなりできるところはあると思います。プラス、やはり沿岸市町村復興規制同盟会の枠組みでも、かなりそういう被災者の生の声ということの集約可能だと思いますし、またそれぞれの分野も、商工関係は商工関係で、被災地の商工関係の生の声についてはかなり集めていただいていると思います。それに加えてですね、打ち合わせ会で私から指示したのは、インターネットの活用ですね。これは県民計画を作るときも、かなりこう分かりやすくて、さまざまいろんな人が意見を書き込むことができるようなサイトを作りましたけれども、今回は必要性がかなりあると思うので、被災地被災者の方が直接ご意見を書き込むことができたりとか、あるいは首都圏西日本外国等々にいる専門家、あるいは関心の高い人たちもさまざま書き込めるような、そういう仕組みも作ってやりたいと思っています。日経新聞の水倉です。ちょっとまだ4月7日の地震がありまして、ちょっと、新幹線の方がまたちょっと、開通時期が未定になってしまったということで、一時は中旬くらいという話があったんです。東北自動車道の方は一時またこれも普通になりましたが、復旧したということで、東京との大動脈物流の方は良くなったんですが、今後その復興にあたって、やはりだいぶ自粛っていうのはやめようという声が広がってきたんですが、やはりこの新幹線が通じる通じないっていうのは、やっぱり人の移動に大きく影響があると思うんですが、その辺の早期復旧へのですね、知事の期待とですね、その後そのやはり人がもうちょっとその、こちらに来てもらうためにですね、どういうふうなことを県としては今考えておられるのかとお聞きしたいと思います。今月内に東北新幹線の全面復旧というか開通というか、これは非常に早いペースであり、さまざま観光業界からそういう要望が上がる前に、その期待以上の迅速さで JR 東日本さんにはやってもらっていると思いますし、今回の4月7日余震があったとしても、むしろ地震に強い東北新幹線っていうことが全国に世界に示されたのではないかと思っていまして、新幹線についてはそれほど心配をしていません。で、指摘の通り、もちろん新幹線のその地域活性化効果、全国と
岩手東北をつなぐ効果は大変大きいものがありますので、その回復には大いに期待しているものであります。それもう一つ関連で、まああのまあ、東京との間では今花巻と、この羽田の間、まあ、ジャンが臨時便を飛ばしているわけなんですが、まあ、おそらく新幹線が開通すれば、まあ、これまた運休やめてしまうんではないかと言われます。知事としてはやはりこれはやむなしというふうにお考えになりますけども、やはりできるだけ飛ばしてほしいというふうにお考えになりますか。これは名古屋便についてもそのニーズがあるのだからよろしくお願いしますということで、その利用者に応えていくのが航空会社ではないか、航空行政ではないかと言ってきているんですけれども、花巻羽田便というのは311の大震災津波前からもそれなりにニーズがあるということが言ってきたわけでありますし、また大震災津波によって、その被災者支援や復旧復興のための人の移動というのもかなり増えていると思います。でこれは国を挙げてどこまでどのように東北東日本復興をやっていくかという国の姿勢にも関連はするんですけれども、ニーズについては増える要素もあると思っておりまして、そういったニーズに応えるような、そういった交通の経営とか行政とか配慮を踏まえてやってもらえばいいと思っています。はい、よろしいでしょうか。読売新聞の方と申します。はい、昨日ですね、都市町村大半選投開票が行われまして、民主党には非常に厳しい結果になりました。政権交代以降の政権運営に対する批判ももちろんあったと思いますけれども、原発事故などですね、震災対応に対する批判もあったというふうな点でございますけれども、知事はこの結果をどのように見ていますか。誰が当選したかというのをだいたいフォローしましたが、その間の選挙戦については何が争点でどういう意見が戦わされて、で最初は誰がリード、後に誰が追い上げとかというのも全然全くフォローしていませんでしたので、ちょっとこう責任あるコメントはできかねます。それでは、これにしまして記者会見を終わります。お疲れ様でした。